まあ、開幕戦は結果は1対3となりましたが、この結果についてはいかがでしょうか。正直ものすごく悔しいですし、まあ、開幕に向けてサポーターともにこの試合を盛り上げてきたので、まあ、何としても勝ち点3を届けたかったんですけど、まあ、自分たちの力不足で、まあ、こういう結果になってしまったので、まあ、とても反省していますし、ただこれからまだまだリーグ戦始まったばかりですので、もう一度修正して振り返っていきたいと思います。今日、まあ、1試合通して90分通して、まあ、自分の中で特にちょっと課題と思ったのはどう思いますか。まあ、自分のいけると思ったタイミングでいってファールを何個か、いらないファールを自分の中ではしてしまったとやっぱり感じてますし、自分の良さっていうのはそこをファールじゃなくてうまく入れ違って取り切るっていうところだと思うんで、まあ、そこで流れをちょっと失ったのかなと思ってますし、まあ、守備のところももう少し、相手のフォワードに入った時に挟み込んでしっかり取りたかったなっていう細かい部分ですけど、そういうところだと思います。あの前半は結構守備でいい流れと掴んでたと思うんですけど、自分の中で手応えというか、ここは良かったっていうのがあります。まあ、一人どこかで相手をかわしたり、いなしたりすればスペースも生まれてくると思いましたし、まあ、あの開幕までに練習試合で重ねてたいいシーンというのも見られましたし、まあ、あの辺でもう少し決定的なチャンスっていうのをゴール前で作ればまた違ったかなと思います。はい、まあ、開幕は負けてしまいましたけど、逆にこれで少しちょっとチーム引き締まるというか、そういった部分がありますかね。まあ、8にかける気持ちっていうのが練習試合ではまあ全く違う、本番の舞台で、まあ、もう少しうちのチームも、声出したり、セカンドボールを拾ったり、そういう本当、点差の前に、そういう球際の勝負をもう少し、自分もしたいし、やらせたいし、まあ、それが結局最後には点差につながってくると思うので、まあ、その辺をしっかり修正していきたいと思います。まあ、自身はあのキャプテンという役割もあると思うんですけど、まあ、試合前とか監督とは何かそういう話があったんですか。まあ、そこまでの話はしませんでしたけど、まあ、何回も会うたびに握手をして、そういう思いは伝えていただきましたし、まあ、自分の中でも強い気持ちは挑んだんですが、まだまだ足りなかったというようなところだと思うので、やっぱり期待に応えられるように、来週の練習から次に向けてやっていきたいと思います。次はアウェイで群馬戦になりますけど、ここでもどんな試合を。やはり今日のいい時間帯っていうのをもっと長くやれればいいと思いますし、ただ失点の部分を自分はやっぱりなくしていきたいっていうのも正直あるので、まあ、攻めも守りも両方、欲張ってこだわってやっていきたいです。次は次はもう結果を求めて、もう少し現実を見てやりたいと思います。